皆さんこんにちは、シカッキーです。本日は、シングルベッドね、2つ作ろうと思ってます。とりあえず午前中はね、カット、とにかくカット、もひたすらカットして、これからね、ビスで穴開けて組み立てていきます。まあ簡単ですよ。4つの枠組みに枠組みにただあと足つければいいだけですからね。だいたい210の110センチのベッドになります。よし、頑張ろう。枠はできました。簡単ですね。あとは上にね、どんどん乗っけてつけていくだけです。2x4 が20本ですね。とりあえず20本乗っけていくか。だいたい目感覚で感覚を作ってました。開けました。よし、 OK とします。これで感覚はね、あとはね、バンバンつけていきます。
OK。 あー、なんとかでけえな。ちょっと広すぎたか。あ、ちょうどいいか。ちょうどいいか。よし、足んなかった。足一個足んない。あとは足組み立てて、足をつけて終わり。疲れたら今日一日中ね、カラポートやったり作り物してたんで疲れた。完成しました。疲れた。今日はここがね、あの広々シングルベッドって感じですね。これが日本でちょっとね、あの不安なんで足して、でこの間隔のとこに奥と手前にね、ここら辺にもね、あの足をつけたいと思います。そうすれば完璧で、めっちゃ重たいですからね、 2x4 頑丈。まあ、とりあえず寝る分にはね、大丈夫です。ここがね、足足りなかったんです。切ってなかった。2つ作る予定なんで、まあ、後日足切って、次足したいと思います。はい、ということで、2つね、完成しました。2つ。疲れた。私のね、寝てるベッド、布団はテンピュール。ベッド購入して寝てたんですけどね、ベッドって、マットレスってなんかこう、一度ね、歪んじゃうともうそこの部分がへこんじゃって、で腰が痛くてね、腰が痛かったんですよ。当然、多分狩猟をやってからあんまね、腰の痛みは、まあ、登山かな。最近全然腰痛くならないんで、でね、こう簡単ですよ、簡単だけど、まあ切るのはちょっと真剣にね、綺麗に切るように心がけてます。でこことりあえずね、4つ枠を作って、あ、4つじゃなくて4本の木でね、 2x4 です。全部こんな感じでね、こうこんな感じです。で枠を作ったら、その上にただこう乗っけてるだけですから。でビスをね止めて、でここにまず枠組みのビスつけるんで、でここで、ここに打ちたくなりますが、ここにねこうビス入ってるんで割れる原因にもなりますので、私はここはしないで、こっちの方にね、この 2x4 のこの部分とビス止めしてます。で上はやってません、うん、であとこっちの方はね、こっちの方はこの2本はこっちのね止まってるんで、こっちはしっかりと 3本入れてます、ビス。なので上はね、お刺さるので体重で大丈夫だと思います、うん、でね、全然歪みきしみは全くなくて快適ですね。で下にこう、ここは、ね、収納スペース、ちょっと収納スペースになってます。でここの新たに補強として足をね、ちょうど中間に一応つけました。こっちはこっちの3本と、あと奥のね、この部分の 2x4 に上からね2本入れてます。はい、まあこのとりあえず2つ作って、まあシングルベッドみたいな感じですね。子供がね一緒に寝るときは
あの真ん中ね寄せて一つのベッドとして、もうきなんか落ちるのが気になってあんま、ね、眠れなくなっちゃう。今は私ここで一人で寝てます。はい、ありがとうございます。